ちっ、あ、もうそれでまずい、そうだな、もう、あそうだね、あそうだね、うん、お昼を決めるよレアパターン、レアパターン、お昼を決めるよ、わあ、今日は設定日ということで、お昼を決めたいと思います。これもう視聴者さん信じないですよ、あの視聴者さん、あ、信じないなって、もうやんなくていいかなと思って、うん、まあ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 、いけ、一応ね、候補、え、今食べたいもんある、皆さんダメだよダメはダメだよ、ダメだそうだねそうだね、しばらく流行るぞこれ流行っちゃうから、本当に流行っちゃうから、そうだね、今でも何個か流行ってきてるから、そうだね、そうだね、あ、言っちゃった、今素で言っちゃったよ、あれ、あのこれマジで素で言っちゃうから、素で返しちゃって今、そうだねっつってまあ一応俺らやったらあるもんね、ありますね、いや、おら、え、おう、食べたいもの、これですか、オリジナルで、オリジナルですか食べたいものありますか、あ、ちょっと今日あったかいんで、なんかさっぱり系がいい方がいいかな、やっぱ焼肉ですか、焼肉、俺もいや、別に嫌じゃないけど、嫌じゃないよ、うん、嫌じゃないけど、うん、そうだね、いや、矛盾してんなと思ってお前ね、寿司でもいいし、いやいや、ありあり、そう、寿司、え、昨日食ったの、何いや、高い寿司食ってきた寿司、寿司ですか、どこ、別にいいよ、どこで食ったんですか、寿司、え、なんか、あの、ザギンで寿司ですか、そこまでないけど、まあそれなりなの、マジですごいね、今のところ、サイゼか魚べ、え、サイゼ意外、いつきでしょ、いつきは、この間食ったもんね、いつは食べたから、お、珍しい、焼肉、じゃあ意外とちょっと3、4候補絞られた、何て言った、焼肉、焼肉か寿司かっていう説がありますね、焼肉でもね、これは、うん、肉食べたいってしてるなら焼肉でもいいか、どうなの、どっちかってさ寿司だ、ああ俺も今どっちかってさ寿司なんだ、2対2だね、2対2じゃあ2対2でルーレット回したらそうするか、そうだな、どっちの方がいいね今回ね、そうね、じゃあ2分の1だ、2分の1絞って、焼き肉だったらどこ、レンカ、レンカ、レンカじゃないかな、あとあれだよ、あのスタミナ太郎って手もあるよ、ああ、そうすると最悪寿司も受けるけどね、あれ、あそこだ、砂川7番の、うん、じゃねえや、あ、もうあそこない、ないの、ないの、おない、オメインタンとこな、え、え、あっちあっちになっちゃった、俺はこっちだと思ってる、あーでもいいじゃんこれこの差、いいじゃん別に変わんないから違う下に入れたろね、でもなんかいろいろ食えんだよね、そうなんだよ、ちょっと入れてた、下に入れてた、下に入れてた、どうする、うようよベイベーから、それで、あのゆうたが一発で決めるのが、それともみんなで回して多かったそうする、多数そうしようか、せっかくだから、両取りね、じゃあまあ店はちょっと後で決めるとして、そうですね、じゃあもう一軒から行きましょう、おー来た、すごいルーレット2分の1 2分の1だよルーレットそういう意味あんのかって、珍しいよ、コイントスでいいじゃねえかよいしょと、あれ意味ねえもんな、どっちだこれ寿司だ、自分の票が入りましたよ、来た来た来た、はい、じゃあ行きまーす、はっ偶数だからさ、そうなんだよね、あー来た、え、来たべこれ、あ、寿司に来た、寝返りました、さあ今んとこ2票入りました、黄色だったらもう寿司だもんね、おっと、おっと、ここで確定した、寿司が確定した、きたー、いや、いいんですか、ちょっと、わかりますか、肉派と寿司派、ほら、寿司もね、パスタ食えるから、パスタ食ってた
パスタ食ってさ。いやいや、スタミナタルだったら寿司は食えるんだよ。はぁ、あ、はぁはぁ、でもあそこの寿司って、まあまあそうなんだね。ちょっと違うね。ちょっと違うんだよ、ね、うん、俺は寿司でもいいよ、寿司でもいいですか、また次回行けばいい。次回、あ、じゃあ今日こそ、今日こそ、今日こそ寿司決定。これは間違いない、間違いない、食べたいので。じゃあ今日は、今日は本当に行きます。寿司寿司20分後リアルだから買えんじゃないよ、来るんじゃねえよ。買えなきゃいけないんだから。寿司が良かったよ。これも大見さん寿司が良かったよ。気分が変わっちまったんだよ、つって。すごい。